会わない間にだいぶポンコツになりましたね。やっぱそのザキさんの脳の活性化のためにもやっぱり出た方がいいです YouTube は。今日はあの台本が1枚もないんでね、手元に紙が置かれてないの徘徊した時以来です。必要のノート持ってきました。ザキさん前に真っさらのノート置いてあるじゃないですか。何のためなんですか。なんかこうメモ取ったり、メモ取ったりとか。僕の手元見てください、ジャスミン茶しか置いてないです。マジでやばいです。台本って安心感であった方がいいですね。何でもないとなんかちょっとね、不安ですね。なんか不安っすね。6時15分まで寝てたからなのかな、MC が下手ですよね。来てください。お、起きてますよ、起きてますよ。ザキさんならノンカロリーで進行できる。まあそうですね、西岡澄子さんとか又吉さんとか相手にしてきたんで、ザキさんなんてほんとなんかもう朝飯前っていうか、なんか寝てても会話できる、寝てても喋れる。本当のことを言うとね、又吉さんとか西岡さんってやるよりもザキさんの方が気合い入れてかからないと面白くならないですからね。そうですよね。そうですよね。又吉さんとか西岡さんとかだったら僕喋らなくても別に面白くなりますもんね。そっか、だから今日結構気合い入れてやんなきゃいけないんだ本当は。生配信だからちょっともう起きていったとかな。起きてます。ちょっと本当に寝てましたけど、そうですね、起きなきゃいけないですね。最近のひろこニュースのコーナー強引だね。はい、最近のひろこニュースのコーナーが立ち上がりました。急遽最近のひろこニュースは何でしょう。サインお願いします。最近のひろこニュースをください。こんなことありました。サインお願いします。どういう意味ですか。最近会わない間にひろこの中でいろいろとニュースあったわけじゃないですか、はい、で1位から3位まで聞いていこうと思うんですけど、あ、3位、ひろこニュース3位お願いします。記憶がね、あんまりなくて。あ、わかりました。ストウェイオープンで忙しかったよっ。そうそう、雑貨コーナーをザキさんがプロデュースというか、プロデュースしてないです。葬式を取ったらいい。全然ジブリでいうところ宮崎駿ですだから違います。違うんですか。絶対違います。それはジブリでいうところの真っ黒クロスケですか。そう、そんなしょぼい担当してたんですか。ジブリでいうところの宮崎駿でしょ。いや、真っ黒クロスケ。真っ黒クロスケ出演者じゃないですか。そうなったら、じゃあ真っ黒クロスケはジブリでいうところだったら商品なので、3代目直帰弁みたいなことになりますよ。作る側なんで、出る側に行かないでください。一昨日上野行ったんですよ、乗り換え でちょっと時間あったんですよ。と横浜方面に向かう左手に丸いが見えた瞬間にうーわーと思って、なんで寄らなかったんだろう。そうですね、そういうところは平木さんっぽいよなと思って忘れちゃう。